どうもはい、こんばんは。1月11日の朝でございます。夜です。夜です。風呂上がりです。どうも、夜でしたね。はい、もうね、元気だぞ、元気だぞ。はい、元気です。そうだ、もうね、元気を出せるほどの力も残ってないんですよ、僕たちには。ヘトヘトですよ。ヘトヘトですか。ヘトヘトですよ。あらら、本当に疲れちゃった。こんだけ毎日負けるとね、精神的にも疲れるんだよ。あ、そうなんですね。あ、一言のようですね。そうでもないですか。疲れました。疲れたよね。疲れました、もう本当に、うん、疲れたっていう言葉のキレもないぐらい疲れてるもんね。っていうぐらい疲れてるんです。はい、はい、今日朝すいません、報告、取れてませんでした、すいません。はい、もう本当に疲れてギリギリまで寝てました。声に元気がない。そうね、本当にね、もうそっとしておいてください。本当にね、取りたくないです。本当に。こんな毎日報告、負け報告ばっかり。本当、はい、うまいもん食ってないよ。毎日焼きそばだよ、俺。たまに落とすし。まあね。今日落とさなかったですね。落とすかなと思って撮影してたんですけど。あれ、意図的にやってるわけじゃねえから。たまたまだから。そっか。うん。どうだったんですね。うん。まあ、振りなんだろうなと思いつつも、何もせずね。うん。普通にいただきました、僕は。うん。こんなね、チッソの旅したくないですよ、僕は。したくないよ。ねえ。地方の美味しいもの食べて、そうそうそう、写真撮ったりとかしてね。そうですよ。これ、あ、これうまい、これ絶対彼女と来ようとかね、そういう話とかさ、うんうんうん、したいよね。夜はキャバクラ行って合流してみたいなね。そうそうそう、今日勝ったから。今日勝ったから、みんな飲んで飲んでみたいなね。そう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 。これ勝ったお金いっぱいあるから、これでなんか企画しようとかさ。ね、やりたいんよ。やりたいよ。ちょっとどうします？もうちょっと、状況はいいんですよ。状況結構いい状況で、うん、期待値も詰めてますよ。うん。はい。毎日ちゃんとプラスで出てるからな。はい。確実に。東京延長ルール。お、ついに。アンケート取りますか。アンケート、アンケート必要？半分以上だったら OK。の残留 OK。まあ、そうね、聞くのもいいと思うんですけど、はい、僕は正直ね、おそらく次行くところが、はい、名古屋でしょ、うんうん、まあ間は静岡ちょっと行ってもいいかもしれないけど、はい、飛んで埼玉ではなく愛知に行くわけだ。一気にね、で情報はまあそんな入ってるわけじゃないんだよね、きっと。状況いいかもしれないけど、うん、でもいいっていう噂は聞きますよね、名古屋は。名古屋これパチンコいいみたいなね。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあまあまあ、ホール探しの手間がちょっとあるぐらいか、情報収集と。はい。まあ、って考えるとね、今の状況から考えるとね、残留していいんじゃないかなって僕は思ってる。なんならもう、一月前ぐらいから言ってたから。ここで一回、チャージして、うん。だって皆さんね、今日、すごかったんだから。え？途中。え？僕らはチョダマでね、再プレイしてるわけですよ。ふんふんって言って。うん、まあね、319の首都打ってるからね、はい、うん、まあ、なくなっちゃうことなんか多々あるわけですよ。2500ですから、うん、合わせて5000発当たりませんと、元気入れますと、1枚ずつ突っ込みましたと、ね、そしたらカラコがね、僕のとこトコトコって歩いてきてね、どうしましょうかね、ほんとね、うん、まあね、やっていくしかないかな。もうね、うん、しょうがないよ。まあ、これも旅の醍醐味だと思ってね、はい、楽しむのが一番いいと思うんですけどね、うん、そのつもりだと思うけどね。ですね、はい、うん、まあ、ね、ピンチはチャンスって言うからね。そうね、うん、うん、はい、もう上がって下がっての繰り返しでしょうから、バイオリズム的な話でしょうから。そうですね、はいはいはい、開けないトンネルはない、山の雨はない、うん、です、はい、キレが悪かったけど、今日の収支は、はい、マイナス1万8000ぐらいですね。ですね。またマイナス。うん。期待ニットは、多分4万ぐらいあるはずだよ、2人で。そんなないか。3万5000とかね。西村さんの代が、
1600円ぐらいかな、時給ぐらいかな、たぶん1600から800ぐらいかな、間、うん、1300円ぐらいかな、うん、そうですね。おかしいことだよ、これ結構積んでるよね。おかしいことだよ、うん、おかしいよ、うん、とてもおかしいと思います。おかしいと思います。これが現実です。まあこういうもんなんだな、思い知った、とても思い知った、明日休みます。はい、お休みです。はい、明後日は助っ人で女性来てくれます。はい、また彼女ですね。はい、また3度目の彼女が来てくれます。彼女、もうある意味彼女です。ある意味彼女、はい、あ、じゃあ目標達成しましたね、一つね。はい。ソフレか、ソフレでしょ、ソフレ。ソフレって何ですか。ソイネフレンド。ソフレの彼女。ソフレ彼女。やめなさいよ、この間。この間ちょっと怒ってるかのような LINE 来たんですから。あ、確かにね。ね。それはだって、ソフレしたことじゃないでしょ。何、うん。もうあれでしょ、もうちょっと、神経質で僕寝れないんですよねって発言に対して、ピリッとしてないでしょ。僕は気遣いなかったからですかね。デリカシー、デリカシーなかったですね、僕がちょっと、うん、余計なことを言ってしまってちょっと僕ドキッとしちゃいましたけど。ドキッとしちゃった、うん、まあまあでも大丈夫だと思いますよ、すいませんね、うん、本当に、ね、はい、心の広い女性でしたから。ああ、よかったそれは、うん、大丈夫でしょ、許してください、うん、はい。お前脱ぎっぱなしだな、なんかなんで脱いだかもわかりませんよ。本当に。ああ僕はもうおかしくなってます。おかしくなってるね、はい、なんかやんのかなと思って待ってたけど何もしねえのね。何もないです今日は、うん、なんかじゃあどうする、モノマネとかしとく。お笑い芸人だし、あ、君がね、僕、うん、あ、おめえ挽回というか、心の裸になってしまった勢いで、うん、なんかやったら閉まるんじゃないと。確かにね、一滴、はい、やってみますか、はい、バイバイ。